はい、どうも皆さんこんにちは。おはようございます。今日ね、僕仕事が休みなんですけど、またねフォトスタンプラリーの続きを撮っていこうかなと思います。そして今回はですね、とりあえずね、見てこれね、クリフトン9、他のクリフトン9の試し履きをしながらですね、門司駅前の赤レンガプレイスかな、そこまでちょっと歩いてみようかなと思います。では行ってきます。あ、たまにはねこっち行ってみようか。タムキ山のあの峠をね、この他の靴を履いてちょっと歩いてみようかなと思います。はい、富野料金所の前ですね。今日から、正月休みも明けて出勤される方が多いでしょうね。成人式もね無事終わって、なんかね今年は例年そうなんですけどね、年々少子化で成人式もねあんまり盛り上がってなかったみたいなんですよね。10年ぐらい前はね、雅の衣装もド派手ですごかったんですけど、もう本当人が少なくてちょっと寂しかったようですね。さあ、ファミリーマートがあるんですけど、ここね、小倉赤坂1丁目店なんですけど、かなりね噂によるとかなり万引きが多いらしいですね。大変ですね、ここで働いてる方とか店長さんはね。さあ、峠に入りました。これね、タムキ山の方を今一生懸命歩いてます。さて、新しい靴が届きました。じゃあ開けてみましょうね。じゃじゃん。おお、こんな感じね、他のクリフトン9かな、これ。うん、他のクリフトン9ね、派手な青とオレンジのねやつにしました。わー、これね今日早速ね入っていこうと思います。楽しみですね。ね、こんな感じですね。これ2等よね、他と今まで履き寄ったアンダーアーマーね、すごいカラーリングも2と、このアンダーアーマーもねすごいちょっと厚底でホバーで良かったんやけど、かなりねすり減ったもんやけ。さあ、桜ヶ丘小学校の前ですね。このピンクと緑のカラーリングが G も見たいっていうのをね、あの門司校のキャラクターのね G もに似てるなっていうのを結構前の動画で言ったような記憶があります。ここの部分がめっちゃ柔らかいんですよね。ここ履き心地はねめちゃくちゃ気持ちがいいです。ちょっと固めの丸マシュマロ、わかりますかね、ちょっと固めの焼きすぎたマシュマロを踏んでるような感じですね。ムニ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 みたいなのが、ムニムニはちょっと言い過ぎやけど、それに結構近い感覚はあります。他のシューズに比べるとね、かなり柔らかいですね。他のクリフトン9という銘柄ですね。普段ね、この間買ったアディダスの通気性のいい蒸れにくいアディダスを買ったんですけど、それがかなり反発性があって硬いので、それに比べたらなかなか柔らかいですね。はい、今ね西新町、これね門司区にやってきましたよ。あー、すごい下り、めっちゃ下りやけど楽。なんか行く橋別府100キロウォークの時にめっちゃあの下りが地獄で、七曲がり峠とか登った後の下りが一番の地獄だったんですけど、あの時ね靴選びにめっちゃ失敗してね、アシックスの蛍光色のオレンジ色のね、すごい反発性の高い短距離用の軽量のシューズ選んだんですけど、めっちゃサイズがちっちゃくて 24.5 履いていったんですよね。普段25なんですけど、
なんで 24.5 選んだかっていうと、トレッキングシューズを、モンベルに買いに行った時に25センチくださいって言って25買おうとしたけど、サイズ測った方がいいですよって言われて測ったら 24.5 だったんですよね。なので25センチ履いたら、そのまあトレッキングシューズの話なんですけど、それは25センチを履いてみたらかなり指が1本入るぐらいブカブカで、あれと思ってて、普段スニーカーはねいつも25センチ選んでたんで、今までね、そっか、あ、自分の足は 24.5 なんだって思い込んでて、でね、通販で買ったアシックスのシューズ 24.5 履いたらめっちゃキツキツで、まあ仕方なくそれでね大会に臨んだんですけど、序盤はいいけどね、もうほんと50キロ、60キロ、70キロぐらいでめっちゃ足痛くなってね、それで最終的にはかかとを踏んでゴールするっていうね、スリッパ状態で、そういう苦い思い出があるので、それに比べたらこのね他のクリフトンはやばいですよ。柔らかいし、足もね軽いしね、スムーズに運べます。もうね負担がかからないのよね、膝とかにも。それをもう如実に感じることができますね。すごい。はい、今ね歩き出してちょうど2キロ、時間は10時34分ね。このねワークマンプラスのとこ歩いてます。この関門モータース極太麺太一商店ね、人気ありますよね。僕ねこういった二郎系ラーメン、いわゆる二郎系ラーメンってあんまり食べないんですけど、一般的にはでも人気ありますよね。さあ今ね車の木の前までやってきました。門司区車の木、ちょうどねスーパーマーケットのアルクがありますね。西松屋とかね、代理新町2番地なんですけど、ちょうどねウエストのある位置、ここにね踏切があるのを初めて気がつきました。ちょっとねせっかくやけ渡ってみようかね。こんな今まであったんやね。正面がね JR の門司機関区って書いてありますね。これって向こうに行けるんかな。すごい、なかなか面白いレールがあるよ。あ、こっち行けそう。すごい、このレール、古いレールがある、ここね。あっちね、古い車両が止まっとうね。抜けるんやろか。すみません、ここ一般の方。あ、そうなんです。あ、ごめんなさい。一般の人はね、ここ入ったらダメやったみたいです。うん、じゃあ戻りましょうかね。さっきね地図を見たらね、左に行けるアンダーパスがあるんですよね。これ行けるのかな。あ、でも下りになっておけ、行けるんやろうね。あったあったね、中町アンダーパス。アンダーパスってイントネーションおかしいですかね。アンダーパス、アンダーパスね、こういうイントネーションが分かんなくなる時ありますよね。くまモンなのかくまモンなのかね、どっちなんですかね、あれ正解。ちゃんとねこれ危ないっけ、緑の歩道を歩きます。初めて通ったよ。
しかも想像より長い。さあやっと脱出。青空に解放されますね。ああ気持ちがいい。今ねバイク乗った人面白い乗り方してましたね。ガバーって足を開いて、開きすぎやろってぐらい足開いてました。なんか結構ねこの辺の住宅地綺麗ですね。優しい色のレンガでね、なんか薄めのオレンジ色のレンガが綺麗ですね。お、ここね公園になってますね。あ、久々に公園に来た感じがする。これ、ね、何公園なんやか。ちょっとね名前を調べてみましょうかね。あ、代理本町公園って書いてあるね。なるほど。はい、今ね4キロ。10時59分。ちょっとものすごくトイレに行きたいので、先にトイレを済ましてから赤レンガプレイスのねゴール地点を目指したいと思います。どうせやったらこのね代理海岸も歩きたいね。はい、今ね代理海岸緑地っていうんかな、ここね歩くとやっぱ気持ちがいいですね。気持ちがいいね。休憩している人もいますね。あ、見えますか？赤レンガプレイスが見えてきた。かっこいいね。こっちねボーリングとかカラオケがありますよ。でも先トイレ行こう。かなりね我慢していました。さあやってきましたね。この駐車場を突っ切って近づいてみようかね。めっちゃかっこいいんやけど。じゃあね、写真撮りたいと思いますよ。やった。皆さんやりましたよ。47個目。58個中40。58個中の47個目。残り11個。やった、嬉しいね。最高やん。まあね、せっかく来たんでこの辺も撮ってみようかね。こちらね自販機。かっこいいよね。大正の初期の方に作られたんかね。
札幌ビールのね跡地ですよね。ちょっと逆光やけど すごいね。今日は多分休みと思うんですけど、ここら辺はねカフェとかあるみたいです。てか11時半からやね。さあ JR 門司駅に着きました。今調べたらラーメン屋の大龍軒行こうと思ったんですけど、火曜日休みでした。なのでココイチ入ろうかね。11時20分、開いとうね。北九州スマホでスタンプラリーの応募をねやってみたいと思います。どうやってやるんかな。ラリーに参加する押して、よし応募して許可。なかなかいかんねこれ。さあ何が当たるかね。これ一番いいのはねホテルペア宿泊券3組なんよね。でもう一個3組当たるのが福太郎本部の食楽庵古川ふぐ刺し三種盛り帳、しかも4人前ねえ。夜景鑑賞的クルーズペア乗車券とかもあるね。でもね普通にこの10組当たる門司港地ビール詰め合わせ3缶セットもね捨てがたいね。よしじゃあ応募してみたいと思います。プレゼントしたい発信したい、まあこんな感じかな。主な目的はもうもちろんYouTube のためね。魅力を感じたスポットいっぱいあったけど、やっぱ門司港かな。門司港レトロやね。なんでイベントを知りましたか。これね友達に教えてもらったよね。その他参加した感想、毎年やってほしいです。改善したいとか知りたいじゃ、行ってみたい場所とかあるかね。まあ、特にはあんまり思いつかんのやけど、小倉南区が少ないよ。漢字が勝てんように持ってました。氏名ね。回答する。特典内容に応募しました。え、これだけ1回だけスタンプ獲得47個やろ。応募は1回限り。え、3箇所で一口っていう方やなかったんかね。違うんかね。え、これ一口あったらなんかショックなんやけど、頑張って集めたのに。
まあいいや、まあこんな感じでね、当たるのを待ちたいと思います。ね、楽しみですね。多分28日が締め切りなので、今月の、それ以降でしょうね。よし。はい、そういうことで、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。